おはようございます。よっこらショットブーチャンネルでございます。今日は出張だ。そうです。昨日は、ホニャララ汁のためにちょっと買い物してきましたが、チョコさんです。今年は参加しました。はい、しました。はい、そうですそうです。県単体の春の虹祭り大会でございます。上野原に来てますよ。暖かくてよかったです ね釣れるそうな気がしますしますね。そうそう、釣りますよ、釣りますよ。今日は、去年はね、こんぐらいのね、こう金魚ショーでした。あの沼秩父をね釣ったんです。沼秩父1匹いたしでした。それを京子さんに調理していただいてね、こんなのを ねそうそう、さばきました。そうそうそう、さばいていただいて、あれからもう1年ですよ。1年です ね早いです ね早いですね。まあ、今日はニジマス釣れますから、ニジマス釣れますからお楽しみに。また後で。じゃじゃん、えへブチャンネルの貴重な視聴者の方からまたまた、こんな素敵なものをいただいてしまいましたね。嬉しい。これも見て、こんな桜色のふがしですね。これちょっとさ、でも開けちゃうのもったいないな。いや、これは後でね、今日開けなくても。そうね、もう一個買ってきてみんなに食べてもらうと思って買ってきたんで今食べれます。やってきますよ。ありがとうございます。韓国だと。お花見気分がこれで味わえます。桜まだあんまり咲いてないけど。けど。おはようございます。マイコさんです。今日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。いい天気になりましたね。はい。はい、今日はニジマス釣り大会ということで、目標は。目標はニジマス1匹。おお、釣りましょう。ぜひニジマス釣らないと、ね。そうですね。ニジマス釣り大会が成立しないと、ね。そうですね。体調が去年も落ちてたので、ね、なんとかちょっとね。なんとか釣り上げましょう。なんとかね、釣り上げたいと思っておりますが。はい。よろしくお願いします。楽しみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、こんなにたくさんの方に来ていただいて本当に嬉しいです。ありがとう。結構遠くから来ていただいた方もいらっしゃる。なんか遠い方は結構関東以外の方が多いのかな。ここでですね、まあ、これから釣り大会始めるんですけど、まあ、注意事項としてね、最初安全第一で、ね、ここ結構水深深いんで2メーターぐらいあります。岸ね、岸の近くの。で、水温は今10度ちょっと。落ちたらすぐに凍えちゃうからね。危ないから、本当危ないから。それと護岸が整備されてスロープになってるところもあります。そのスロープの坂に乗っかると滑って落ちますから、坂の上には乗らないでください。で、もし坂の上で釣るときには魚釣れちゃったらもう抜き上げしかないんで、気合い入れて抜き上げてください。それとあともう一つ注意は、今の時期ねこの水域はね、この辺ではハヤって言うんですけど、標準和名ウグイが釣りが禁止なんですよ。要するにここは釣っちゃいけないんですよ。で、釣れちゃったのはしょうがないけど、すぐにリリースしてください。で、魚は書いてありますから、ここにこれ写真見てね、分かんない人は。で、もし分かんなかったら近くの人に聞けば分かる人もいると思う。それで逃がし方としては、針がすぐに外れれば針を外してリリースしてもらえばいいけど、飲まれちゃった場合とかは針外そうとして引っ張ると死んじゃうから、口元で針を糸を切ってもらって逃がせば、針は 2,3 週間後に自然に外れますから、そういう風にしてください。センチぐらいまでいるから。でも大体ね、掃除系でね、みんなねこういう格好してますから、はい、これで触った時もぬるぬるしてて、まあ、で、あと魚の、今回はニジマス釣り大会としてますけど、一応どんな魚でも早以外は釣れたものは一応キープしといてもらえば、ニジマス全員釣れればいいんだけど、釣れない場合には次がニゴイとかその次がオイカワとかで勝負していきますから。それで魚がたくさん釣れた人、ニジマスがたくさん釣れた人が、まあ、1位っていう形に取っていきます。でですね、釣り場はですね、今回は釣り場、釣りの範囲というのはね、これ書いてありますけどね、よく見ていただいて釣り範囲で、ね、
こっち岸は橋の上流の、階段3つ目までから下は港みたいのがあるんですけど、港には入らない、港の手前まで。で、向こう岸は橋からこの森の際まで、森のよりも下流側はもう行けませんから、で、向こう岸に行く人は橋を渡って歩いていくか、車で行って、駐車場も書いてありますんで、向こう岸の駐車場に停めていただくか、歩いていくって。まあ、そんなことですね。で、とにかく安全第一でよろしくお願いします。で、あとルールとか、細かいルールとかね、竿は1本のみとか、餌釣り、ルアー釣り、どっちでもいいよ、コマセはテニスボール台とか、テニスボールそこに置いてあるから、まあ、コマセで使う人はテニスボール台ぐらいにしてください。で、でこの辺はアバウトですけど、こってりやらないようにっていう感じでね、まあ、適当に守ってください。ということで、今日はね、楽しく1日釣り大会をやりましょう。よろしくお願いします。じゃあどうぞ。で、ここの釣り機のことをよく知りたい人とか、釣り初めてなんでよくわからないっていう人はちょっと私が一応釣り方とかを教えますんで残ってください。それ以外の人もどうぞ始めてもらって結構です。どうぞ。でもブドウムシだけでもずっとどうですか。餌は選ばないです基本。本当に腕でもないですけど、去年の優勝者のことそうですよ。こっちとか昨年の優勝者の運ですよ、ね、安田山君です。たまたま溜まってた、たまたま溜まってただけですよ。いや今年も期待ですね。楽しみです。ゆうさんも頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。行ってきまーす。ねえ、目で引っ張っちゃって。反応してる。可愛いな。はい、こんにちは。おはようございます。おはようございます。今日は釣りますかね。ね、どうですか。すごい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 フレンドリーなんですけど。開始して1時間半くらい経ちましたが、当たりがありません。視聴ステッカーに願いを込めて頑張ります。
いたような気がしました。魚の匂いがしない。終わりです。おでした。タイが釣りたいのタイ釣りに続き、マスが釣りたいのマス釣りでボです。帰ってきましたね。お疲れ様でした。ここでとりあえず釣り大会は終了ということで、商品ケースとですね、勝負一番釣ったと思われる人、10匹以上とかいう話噂が出てんだけど、10匹以上の人、10匹以上、はい、あ、来た、ちょっと見せてください。これ、ちょっと待って、これどこのスーパーで釣ってきたの？5キロでしょ。マジかよ、マジかよ。だから釣れなかったんだ、こっち岸で。マジですか。これ何匹かわかんないけど、これ以上いる人いるの？シーンとしてるよ。マジかよ。すごい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 。こんな釣れんの？じゃあね、もう優勝。はい、好きなの取ってください。ここにこれは、ね、動画で紹介してますよね。これはね、これと紹介してないのがね、これ。これね、ゴルフ用の傘と名打って知られてる製品なんですけど、結構すごい丈夫で。あの釣りにも使えるの。これでこういう風にしてね、ここにねこう入るとこういう風に座って入れて、なんかちょっとこう釣りができるのにも使えるやつ。これが 2本あります。2本これ 1個ね、あの好きなの1個、どれでも好きなのどうぞ1個取ってください。どうぞ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 、いいでしょ。どうぞ、どっち同じもんですから、どうぞ。はい、おはようございます。どこのスーパーで結構お金使ったね、これね。200円としてもかなり使ったよ。はい、じゃあ次、これすごい、ほら、次でも40センチぐらいある。それもこの量がすごいね。お見事でございます。これはちょっと別格なんで、まあ別格ということで、でも今回はあの数なんでね、数。すごい。何匹？7匹です。7匹おめでとうございます。すごい。すごいでかいの釣れた。どこの調子がでも使えるんで、まあ、青少年2っていうことなんで、多分17歳だと思うんですけど、じゃあ、おいかさん、おいかわりです。小さいちょっと小さいかもしれないね、これね。おいかさんのおいかを出したので、はい、次、まあ、で次はもう魚、なんか魚釣った人いたでしょ、やっぱり上昇や。じゃあ最後最後、はい。やっぱりみんななんか釣れないと炊き出しブース粘るから、しよう、もう湯で炊いてきたんですか。いい感じでグツグツと旨味成分が出てきております。この中身はなんとワタリガニでございます。ちむぶチャンネル、ワタリガニ汁をご用意いたします。少々お待ちください。行き座ったらあのぐらい釣りしてみたけどね。量が量だからすごいですすごいよ。乗っからない。おお、すごい。普通にちょっとこっちのほら、これはじゃあ生でも食えるんで、さあどうぞ。
干し椎茸の出汁が入ればもう。これがちょっと薄いなと思うぐらい。じゃーん、カニ汁でーす。風が吹いてきてね、寒くなってきたので、うん、温まります。温まります。いただきます。美味しい。あ、すごい大事です。バッチリ成功です。あれ必須だから、もう陸上決済だろうが、国交区みたいだろうが、やめてよ。しらっ。わ、本当にしらっ。おー、もうちょっとぜ、うん、ちょっとテカって汁物だけど、頭は余ったら肉だ。頭はね、完全に頭が熱が通るまで。おー、いい色いい色。さすがさすがワイカツ機関長ね。え、火の加減がちょうどいいっすよね。え、おー、やっぱアクセル加減はいいね、これね。アクセルおー、そうね、このね、ガソリンバーナーのアクセルももう持たせたらもうこれだよ。やったやった。うわぁ、ほんとうまそう。やった。じゃこれにまたひっくり返したら、クレジーソルトチャカチャカっとかけてまた蓋して、うん、で混ぜしころ乗っけて出来上がりですよ。おお、いい感じじゃないですか。すごい綺麗。クレジーソルト、よし、お願いしました。おお、いい感じだよこれ。最高にいい感じに焼けてます。さすが。うん、いいんじゃないですか。でまたこれを、はい、乗っけて、それで石ころをまたひょこひょこって乗っけて、うん、それで飛ばないようにしておけば。さすがワイカツ機関長ね。ガソリンバーナーのこの火力を調整させたら右に出るものはいないというね。いや、今日はなんかみんな名人が揃ったね、ここにはね、釣り以外の。次は釣ってないけど手に入れちゃったよ。ニジマスです。美味しいですか。お、やった、よかったよ。食い始めないでよ。あの、みんな渡してから食ってくれ。渡してから食ってくれ。頼む。な。ニジマスです。釣ってないけど、ワイカツさんに焼いていただいて、皆さんが釣ったのをお裾分けいただきました。いい香り。クレジソルトかかってますよ。あ、すごい、ホクホク、美味しそう。いただきます。うん、うん、いい香り。うん、ホクホク、いただきます。うん、うん、うん、美味しいです。残念ながら今日は何も釣れませんでした。1、2回当たり回りましたね。そうですね。コンコンってね。まあでも釣れなかったです。でも、そうそうそう、カニ汁。皆さん喜んで食べてくださったので、成功かな。できました。ね、あとワイカツさんの、ワイカツさんの魚肉ソーセージ焼き芋、美味しかったです。あと、皆さんが釣ったね、ニジマス。美味しかったですね。です。まさか、さっき釣ったのを、ね、食べれるとは。釣ってもらったのを、いただいたのをいただきました。美味しかったです。ありがとうございました。団体の隊長、ありがとうございました。楽しいイベントでした。さてさて、うん、次はどこに行って、何を食べようかな。楽しみに。またねー。ごきげんよう。